高校生の時にこの京都産業大学のオープンキャンパスに来て、スタッフの皆さんが笑顔で挨拶をしてくださって、すごくキラキラしていたので憧れて入りました。私たちの目標として決めているのが、来場者様も私たちも入学センターの職員さんも笑顔で終われる OC にしようという目標を立てています。まあ、笑顔の裏に大変なことはいろいろあるんですけど、やっぱりやった後には達成感っていうのがあるので、それがすごくもうたまらないっていう感じで活動しています。まず第一に京都産業大学に入学するっていう風な人が増えてくれたらいいなと思いますし、またその第一志望でなくてもこの大学いいなって思ってもらえたら嬉しいなと思います。文系の学生も理系の学生もいるので、こう価値観の違った友人ができたりとか、もう自分の視野が広がったり、他の大学とは違った体験ができます。まあ大学ってこんなところなんだって、まあ、知ってもらうのはもちろんのこと、まあ、私自身笑顔をすごく意識していて、こう笑顔で挨拶してもらうことによって、やっぱりキラキラした大学生だなと思ってもらえると思うので、そこを意識してます。そうですね、京都産業大学はすごく明るい人が多いです。なのでぜひ入学していただいて、こう充実した大学生ライフを送っていただけたらなと思います。